ミートモラジオアーズズ君の世界この世界はまるで地獄だね。ミートモラジ、この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。どんな番組かと言いますと、このミートモとおしゃべりをしていく番組でございます。どうもさっきから調子が悪くて、よいしょ、つながんね。昨日はね、何をしてたかと言いますと、特に、何もすることはなくでしたね。いつも通りやっておりましたが、夜ね、お腹が空いたなっつって、ブラブラ何か近くに引っ越したばかりでね。あ、そう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 。引っ越して初めて自炊をしたんですね。何を作ったのかね。本当はね、どっか近くに、赤いご飯屋さんはないものかしらと出歩いておったんですけども、なかなかこう、食べたいもんがね、これといってなかった、決めてなかったですね。つって、ブラブラ歩いたんですけど、結局何も、ああ、俺、結局なんか食べたいもん特にねえや、と思ってね。ブラブラしとったんですけど、で、ちょっと前に見た厚揚げを焼いて食ってるやつをね、なんか番組で見てね、あれやりてえなと思って、スーパーに行って厚揚げを買って焼いて食っとりましたよ。いいね、厚揚げ。ね、厚揚げステーキっつってね、あれ、どこの、県民賞かなんかで見たんですよね。うまかった。それ以外何もしておりませんでしたよ。ね。ところでですよ。これ、何年前、2年前、3年前ぐらいに、ビクターロックフェスっていうのがありましてね。それで、ペッパーくんじゃない、あれは、ホットペッパーじゃない、なんでしたっけ、ラフくんじゃないよね。ビクターの犬と一緒に写真を撮ってツイートすると当たるっつってね。それが見事当たったんですよね。それのフライング部位なんですけど、なんせ座っては引きにくい釘だっつってね。ねえ、しかし、ああ、ダメだな。なんでこれ、ほんと、ずっとクイックタイムプレイヤーの調子が悪くて、ミートモが取れない。言っちゃいましょう。そんなことをね、厚揚げを食っとりましたわ。ね。行きましょう。ね。引きにくいっつってんだよ。だれだ、だれだ。白い翼のガッチャマ。暇だ。どこかにアイドルの無線イベントはないものだろうか。ああ、ね。言っとりますね。本当に引きにくい。ね。誰だーね。よいしょ。ああ、また音が出てないよ。まだだこの間、こんな最近の一枚。まあ、もう写真はいいよ。ね、はい。はい。
春から直接聞いたんだけど、うん、春は僕が喜びを感じそうなことは、アイドルまみれだね。猫まみれ。ね。猫まみれ。その通りですよ。サンキュー。ま、うん、まあ。別にねっていうのはあれですけど、まみれたいわけじゃないんですよ。でもね、でもね。ベルモに初めて自分のパソコンを買ったのは何歳の時、まあ、と聞いたら19歳。そうですよね。大体そんなもんじゃないですか。そうです、私も二十歳ぐらいでしたよ。サンキュー。ね、今の子は、今の子っていうのもあれですけどね、どうなんでしょうかね。ねえ、だから、もう、生まれた時からパソコンがあるわけじゃないですか。そんな感じでした。中学時代に、ピュータっていう中学、あれは、小学校、高学年ぐらいの時に、トミーが出してるね、ピュータってお絵かきコンピュータ、ね、16ビットの、ピュータっていうのをね、買ったというか、親戚から、もらいましてね、プログラムをなんか、組めるわけですよ。ベーシックってやつでね。それで、UFO の絵を描いて、動かすっていうのをね、ずっと、コツコツやってましたね。ゲームソフトが2本しかなくてね。バイクレースのやつと、あと何したっけ？なんか変なゲーム。そればっかりやってましたね。ファミコンより先にピュータでしたから、私。はい。忍者が一番好きなパンはお好み焼きパンかな。お好み焼きパンだそうです。炭水化物パンで、パンにお好み焼きが、ね、見たことない。挟んだのコンビニでも買えますか。セブンイレブンの看板商品ですよ。まだ食べたことありません。最近悪いんですけど、それはおすすめじゃないです。お好み焼きの味付けのパンってことでしょ。パンにお好み焼きが挟んであるの、ね、そっちの方が面白いだろっつってね。道の一番古い記憶は須田さんとの痴漢ごっこ、なんですって。ねえ、なるほどなるほど。スルーしてきましょうか。みもちがこの間、こんな最近の一枚また写真だよ。もういいよ写真は。背景変わって、あ、何これ、ねえ、お通しですかこれ、ね、サンキュー。見たいなぁ、見たいなぁ、お通し、なのかな。はい、一回聞くなるって、誰かのとこ行きましょうか、ね、そういえば、うん、最近新しい服を、で、俺も写真かよ。はいはいはい、全てですよ。ありがとうございます。いいですね。はい、飛んじゃったよ。いい感じだと思います。ねえ。はい。そんなところで、良きです？誰か見に行きます？どうもね、こう調子が悪いんだよね。これ終わりそうだから、もうね、よしとしときますか、ほら。あら、やばいやばい。やばいやばい。何の原因探そう。ね。はい。じゃあ、良きにしときましょう。弾きにくいから、ほんで、ね。いやー、どうしたらいいの、これ。ねえ、ミラ、僕は元気ですか？何見たいのか、すぐ来ますか？頑張りすぎて、ゲームがしたりしてませんか？僕は映っ
っていますか。ああ、引きにくい。引きにくいってあれ、あれはしないね。パモンの書籍の通販と、ね、T シャツとやっておりますんで、何卒ね、よろしくお願い。数に、これはまだね、余裕あるんですけど、こっちはね、数がねえんですよ。本当に急いでもらわないとなくなっちゃいますよ。ね。じゃあ、行きますか。書籍をやってください。パモンの書籍をやってください。 Amazon の検索窓でパモンと入れるだけで一番上に出てくるよ。カナダ戦のカードを検索してみてね。もう切っちゃったらいいんだよ、この辺でね。この辺で。ね、面白いからいいんだよ。